神代でございます。今日はイザナギの豊の国への進出についてお話をさせていただきます。紀元221年頃、これは私の推定でありますが、紀元221年頃、邪馬台国による筑後川流域、すなわち筑後平野、佐賀平野への進出、占領および安定がもたらされました。ここに至って、イザナギは筑紫、大賀や金冠、多羅国の軍事力を動員して、多分に2000人程度の軍事力だったであろうと推定されます。おそらく60世紀から70世紀の水軍部隊を組織編成し、博多湾より船出して東へ、豊の国、後の豊前、福岡県東部へと海上より向かったようでありました。この当時の船の運航は、日待ち、晴れの日待ち、風待ち、追い風待ちとのことがあり、3、4日に1日進む程度の航海でありました。しかも陸の目標を見据えながら、海岸沿いに進む地の利航法でありましたので、全体としてゆっくりとした航行だったと想定されます。海図も羅針盤もない時代、地の利航法が精一杯で、目標の見えない海上へ乗り出すのは危険この上なかったのです。船は夜は陸地が見えないので航行することができず、近辺の港に寄港し夜を過ごす以外なかったのです。ともあれ、イザナギの水軍部隊は玄海灘、響き灘、やがては関門海峡へと至りました。そして、この関門海峡を戦略上の要地と考え、下関の近くの豊浦村に卒、役所を置いたようであります。この豊浦村の卒役所がやがて後年豊浦宮、山口県下関市長府町豊浦宮となります。そしてこの豊浦宮の周辺部を穴と国と称し、後年なまって長戸国となり、この豊浦宮の地がその長戸国の国府所在地となって、古代にあっての政治文化の中心地となるのです。それともう一つ、この豊浦宮について申し述べておかなければならないことがありました。イザナギはこの豊浦宮の初代長官に、これは私の推定ではあるのですが、普通族の頭、普通主御事あたりを配置したと思われますが、その普通主御事に、この港で全ての船を停船せしめ、検閲し、鉄素材、鉄製商品及び鉄製武器を絶対に東方へは通過させてはならないと言明したのでありました。関門海峡で鉄素材、鉄製商品及び鉄製武器を止めてしまえば、それらのものは絶対に
東方へは行かないわけです。いわゆる鉄製商品、鉄製武器の東方への搬入の禁止でありました。これから進出して行こうとする大陸、日本列島本州等へは、そういう先進的なものは一切渡さないようにしたのでありました。イザナギの水軍部隊は、この豊浦村に卒役所を置いて、金属製品の東方への搬入を止めた後、まもなく周防灘へと投進しました。そして九州島の菊半島を陸地に沿って南下し、門司、端島、毛なし島を過ぎ、今川という大きな河口の、河川の河口にたどり着きました。そしてこの今川の河口に上陸を開始したのです。その上で、そのうちに植民地、開墾地を設置し始めました。その植民地、開墾地の名前が、日本書紀によりますと、大山と豊秋津島というのでありました。さて、この大山と豊秋津島とは、どういう意味でありましょうか。これを古代韓国語を交えて解析してみますと、王は王子の、山とは山大国の、大和国のですね、豊は韓半島の、阿は最高の、義は耕す、津は港のある土地、もしくは国。島は船で行くところ、もしくは国。というふうに解析してみますと、要するに、大牛及び大和国支配下の豊国と名付けられた最高の開墾地である港のある国という意味のようです。さて、それがどこかということになるのですが、私としては、豊前の国、福岡県東部の宮古郡、中津郡、現在の行橋市及び宮古郡一帯だと推定をしています。この地には古代から宮古郡、中津郡という土地名が存在します。宮古郡とは、後年邪馬台国の首都がこの地に移ったからこういう名前があるのでありましょうし、また中津郡とは南海屋プラス津で、南海屋、日本列島の港のある船で行くべき土地という意味であったと想定されます。また、この地には、皇后石山城、朝鮮式山城もあります。多分に、イザナギがこの時、気づいたものでありましょうが、御所ヶ谷皇后石山城というのです。その御所ヶ谷皇后石山城の名前の由来も、後年、二代目邪馬台国女王、豊女王の御所がこの地に作られ、存在したことから後年になって、そういう名前が付けられたものと考えられます。それ以前は、馬ヶ岳皇后石山城とでも呼ばれていたのではないでしょうか。馬ヶ岳とは、古代韓国語で解析すると、馬氏、最高に良い、竹、高くて大きい山。ちなみに馬氏とは、現代日本語では食事の際、美味しいという時に
使う言葉として残っています。最高に良い山岳との意味があったのでありましょう。要は馬ヶ岳という標高218メートルの高くて大きい山岳に築かれた朝鮮式山城であり、多分に最初はこういうふうに馬ヶ岳高尾石山城と呼称されていたのでありましょう。この馬ヶ岳高尾石山城には東西900メートル、南北600メートルにわたって二重に列石が築かれ、7つの門跡、礎石群、列石群、馬立て場、見張り台などが構築されていたとのことです。ちなみにこの豊前の国、福岡県東部の宮古郡、中津郡の植民地、開墾地は、この後、イザナギの次男、月読み御事に与えられ、月読み御事の領地になったようです。そしてこの地にはこの後、月読み御事の家族、長男の思い金御事、長女の豊らが住むことになるのです。また、宮古郡のすぐ南にある中津郡は、中氏に与えられたようです。この中氏は後世、おみの位をもらって、中富氏になるわけですけれど、その中富氏の領地が、この中津郡にあったわけです。ともあれ、今回は、この豊前の国、福岡県東部の北部一帯が、邪馬台国の領土になったことを申し述べました。邪馬台国の東進、発展は、まだまだ続くことになります。最後まで、ご視聴いただきありがとうございました。次回は、大たらし彦、周防の国への進出についてお送りします。よろしかったら、チャンネル登録をお願い申し上げます。